言ったも同然よ。そしてあなたはこんな感じのことが言いたいんじゃない？それじゃまるでワークそのものが不当なのかと。ならそれにするわね。でもそれはね、論点のすり替え。私の足につまずいてんのよ。翔吾くんよ、小読みったら。いかにもビューティフォー女子大生の小読みさんです。じゃーん、キラリロリン。こんにちは。行かない顔をしてる。どうかした？何か。あら、挑発的ね。やるの？頑張ってね。やるの？どうなの？うん、そうよ。もちろん。知ってるわよ。当たり前じゃない。持ってるわよね、あの子。なるほど、彼女について詳しい情報が欲しいのね。そうね、投げ付けかしらね。違うな、間腕ひしぎ、実に綺麗に決めてたから。そうなの。でも傘とか道具も使うのよね。かけるのね。どうなの？とても忙しかったわよ。本当、まさに秒殺って感じよ。優雅だったな。あれって流派とかあるんでしょうね。多分ね。それとも加賀県の方から？頑張ってね。よし、激しく教えてあげる。頑張ってね。翔子さん、こんにちは。
して。これ、願いを叶えるペンダントだよ。願いを叶えるペンダント。そうだよね。番頭園の実を食べた錦糸工の毛で編んだポーチ、お猿さんのご利益で長生きできるポーチだよ。商売の新しいこと練習したんだよ。見たい。やってもいいの？サツが来たら大急ぎで片付けて素早く逃げる。できたよ。逃げるとこも見たいの。
何が言いたいわけ？呪いの首飾りバカみたいにぶら下げてる。面白いな。飛田さん、翔子さん、どうしたの？どうしたの？喧嘩だよ。喧嘩はダメだよ。勝負だ！晩飯をかけようぜ！